F-35 戦闘機 F-135 ジェットエンジンの冷却性能が想像以上に悪いとの情報をキャッチしました。今回は F-135 ジェットエンジン冷却問題を詳しく見ていきますね。世界で一番売れるであろう戦闘機です。エンジン問題はここへ来て深刻ですね。XF-9 使えばいいのに。2023年現在、本国のアメリカを筆頭に、日本を含む、その同盟国や準同盟国の主力戦闘機として、新規での採用と調達が続けられているのが、ロッキード・マーチン社が手掛けた、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2である。F-35 ライトニング2は、同じ、ロッキード・マーチン社が、開発を手掛けた世界初の実用ステルス戦闘機、F-22 ラプターに続く機体であり、高性能かつ高価で結果として、アメリカ空軍のみが200機弱の調達で終了した同機とは、展開が大きく異なっている。F-22 ラプターは、機体そのものの高度なステルス性能や、敵の戦闘機に対しての圧倒的な静空戦闘能力、それを実現させるための非常に高い機動性を備えた機体となったが、旧ソ連の1991年の崩壊で、その存在意義が薄れてしまった感は拭えない。一時期は、オーストラリアや日本が F-22 ラプターの採用を機としたとも言われているが、いずれも実現せず、それは、その高性能すぎる同機の特性上から、当時のアメリカ議会が輸出を行うことを認めなかったのが、その要因と伝えられている。そうした様々な冷戦終結後の世界情勢や政治的な思惑も絡み、F-22 ラプターはロッキード・マーチン社にとって必ずしも商業的な成功を収めた機体とは言えなかったが、F-35 ライトニングにはその素地から違っていた。F-35 ライトニングにはアメリカ空軍が進めていた JSF、ジョイントストライクファイター計画によって生み出され、これは、日本語では、統合打撃戦闘機と訳される、新たなマルチロール型のステルス戦闘機となった。この F-35 ライトニングには、通常の陸上の滑走路から運用される空軍仕様の A 型、短距離離陸、垂直着陸が可能で、軽空母や強襲揚陸艦で運用される B 型、カタパルトを備えた航空母艦で運用される C 型の3種が開発された。基本設計を同軸する機体から、こうした別の用途を可能とする3種類を実現した点が、F-35 ライトニングに分け得であると同時に、兵装によって戦闘爆撃機となることや、高度な電子戦システムの搭載が評価された形だ。こうした特性により、F-35 ライトニングには、F-22 ラプターに比して、機体単体で見た場合の静空戦闘能力では及ばないとされながら、マルチロール機としての高い汎用性を発揮、これまでの戦闘機と異なる立ち位置を築き上げた。すでに F-22 ラプターから始まった、いわゆる第5世代戦闘機の登場の以前から、戦闘機は各種の用途に対応することが可能なマルチロール型が、生産面や運用面のコストの低減という、視点からは要望されていたと言えるだろう。しかし、現実には F-35 ライトニング2がリリースされるまで、そうしたマルチロール型で各軍、部隊の要求する性能を満たす機体はほとんどなく、その意味においても、同機は戦闘機の歴史に新たなページを刻んだことは間違いない。これまでに、F-35 ライトニング2の採用を行っている国は、本国のアメリカ以下、日本、イギリス、イタリア、オランダ、ノルウェー、デンマーク、オーストラリア、カナダ、シンガポール、イスラエル、韓国など多数に上る。ただし、こうした F-35 ライトニング2の採用国の中でも、カタパルトを装備した航空母艦を運用する、国は存在しないため、
C 型は、本国のアメリカ以外に調達する国はなく、その大半が基本の A 型を採用するに止まっている。B 型についても採用している国は、アメリカ以外では、日本、イギリス、イタリア、シンガポールと少なく、今後は、ここに航空母艦を新造する計画を推進中の韓国が加わってくる可能性が指摘されている程度である。日本の場合には、2023年3月時点で、A 型を105機、B 型を42機と、合計では、147機の F-35 ライトニング2を調達する計画が進められているが、この数は、本国のアメリカを除く、採用国の中では最多であり、かつ、100機以上の国も他にはない。日本では、2022年末に、イギリスとイタリアとの3カ国での GCAP、グローバルコンバット。エアープログラムによる次期戦闘機の開発を正式にスタートさせたが、その調達数は、現時点では90機前後との見方が多い。そのため、近代化改修を施して、一部の100機前後を継続使用する F-15J イーグルと合わせても、その3機種併用の時期に、数の上でも主力となりそうなのが F-35 ライトニング2であり、そこに期待される役割はかなり大きい。そんな中、本国のアメリカにおいては F-35 ライトニング2は A 型が1800機弱、B 型が350機強、C 型が340機ほどと合計で、優に2400機を超える調達が見込まれており、文字通り、桁違いの数を導入する方向で動いている。最近では、2021年にスイスとフィンランドが、そして2022年には、ドイツも A 型を採用することを正式に決定しており、これらによって F-35 ライトニング2の累計生産数は、5000機の大台を超過するのではないかと言われ始めた。日本の一部の野党の政治家などは、F-35 ライトニング2を捕まえて、時代遅れの機体を、アメリカの言い値で押し付けられたというニュアンスの発言を行っているが、最近採用を決めた国の決定理由からも、それは完全に否定されている。これらの国々の決定理由を見てみると、決して、単価として、F-35 ライトニング2は、機体そのものの価格は安価ではないものの、いわゆる 4.5 世代機と比しても、そこまでの差はなく、むしろ高度なステルス性等を考慮すれば、割安感すら抱いているようだ。しかし、そうした商業的に見れば、大きな成功を達成している F-35 ライトニング2だが、搭載しているプラット&ホイットニー社の単発エンジン、F-135 については、その能力、性能について憂慮すべき事態も発生している。これは F-35 ライトニング2の3種の機体の管理全般を担う組織、アメリカのバージニア州のアーリントンに拠点を構える JPS、ジョイントプログラムオフィスがアメリカ議会に対して答弁した内容により発覚したものだ。この JPS、ジョイントプログラムオフィスの総責任者を務めるのは、アメリカ空軍のマイケル・ J ・シュミット中将だが、彼は、アメリカ議会に対し、F-35 ライトニング2に搭載されている F-135 エンジンの課題を認める発言を行った。それによれば、現在の F-35 ライトニング2に搭載されている F-135 エンジンは、冷却に関して、当初から、設計段階の想定を超える負荷を抱えており、2000時間の稼働後に設定されていたメンテナンス時期を大幅に前倒しする必要があるという。具体的に、それは当初の想定よりも400時間ほども、短い1600時間ほどでメンテナンスを必要とすると述べられており、かねてより多くの報道で指摘されていた
F-35 ライトニング2のエンジンの冷却能力の不足を裏付けるものとなった。F-35 ライトニング2は、搭載する増されたアビオニクス類を稼働させる電力を賄うために、想定をはるかに超えた冷却能力を必要とし、それを実現するべく、燃費の悪化とエンジンへの高負荷が発生していると説明されている。すでに、アメリカでは、F-35 ライトニング2に対し、F-135 エンジンの改良型である F-135EEP エンジンに換装する方向で動いていると、目されてきたが、いよいよ、その実現なくしては、今後のブロック4に向けた対応が困難になっているようだ。日本をはじめとする F-35 ライトニング2の採用国は、こうしたアメリカの JPS、ジョイントプログラムオフィスの動きを観察することしかできず、その、より良い続報がもたらされることを願うのみだという状態であろう。